はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今、世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを見ていきたいと思います。早速ですね、皆さんと一緒にビットコインの東のチャートから見ていきたいと思うんですが、えー、先ほどですね、本当にちょうどさっき5分ぐらい前に4万1000ドルというところのラインをですね、まあ、ぶち抜けていって、今、直近高値がですね、4万 ね、3200で上昇ししてましたで後ほどちょっとご紹介をさしあげたいと思うんですけれどもこの42,500近辺のレベルっていうのが非常に今重要というか注目をされていてちょっとあのこちらでもうすでにいろいろ線が引いてあるのでお分かりかと思うんですけれどもこの辺が結構気にされているポイントでここをうまく抜けていけばさらに大きく高値を狙っていくんじゃないかっていうふうに言われていたポイントでもあったので今後はですね少し期待ができるような展開に。 ななっってていいいいくといいなと思っていますで、イーサリアムの方も見ていきたいんですけれども、イーサリアムもですね、ビットコインの上昇に伴って今、大きく上がっているような状況です。でこちらも直近高値がですね、2880というところまで上がっていて、まあ、いよいよ3000台というのが現実的に捉えられるような状況に今なってきているんじゃないかなと思っています。で、えー、とちょっと後ほどですね、グラスノードのデータも見ながら、今、 直近周りのフローがどのようなものが出てるのかっていうのも一緒に見ていきたいと思って、そういったところを見ていくと、今のマーケットのセンチメントっていうのをよりリアルに感じられるんではないのかなと思うので、ぜひですね、そちらの方まで最後まで見たらいただけると嬉しいです。ではですね、早速ニュースの方を見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネル見てくださって応援してくださってもいいよと、応援してもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、チャンネル登録とベルボタンも押していただけると、 非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。ではですね、まずはこちらのニュースから見ていきたいと思います。で、こちらがですね、先ほどあの申し上げた4万2500というところのビットコインの、えーま、キーとなるレベルですよという記事となっているんですけれども、えー、もう一旦ちょっと記事よりもチャートに戻りますが、その理由として、えっ、ー、とですね、ビットコインに関しては、この2021年の、ま、ここのタイミングでの高値と、まあとはここ最近の えと何回も下を打って確認していたようなタイミングのポイントですね。なので、まあ、3万近辺のレベルというところと上値がですねこの4万2500というところが今、えー、大きく大きなレジスタンスの、えー、まあ非常に注目ポイントとここ最近はなっていました。であとは大暴落みたいなのがここ最近起きましたよねあの2021年に入ってから。でそこのトレンドラインを今ちょうど上抜けてきたっていうのがこのやっぱ4万2 0 0 0 500近辺のレベルなんですねなのでここを上抜けていくとさらにやっぱり大きくまた6万ドルっていうところを目指すんじゃないかとかあとはさっきの記事ではちょっとあのまあこれが現実的かどうかっていうのは別としてなんですけれどもえっとですねはいこの25万ドルっていうところを、えー、まあ目指していくんじゃないかっていうようなことが、まあ、この記事では言われています。 でまあ、この具体的ななんで25万ドルなのかどうかっていうのは、まあ、具体的には触れられてはいないんですけれども、まあ、そこは置いといたとしてもやっぱりちょっとテクニカル的にこの4万2500近辺のレベルっていうのはやっぱりこういったトレンドラインとかっていうのを見てみても、まあ、非常に大きなポイントだなのかなと思うのでちょっと一ったんですね上昇のモーメ,メンタムっていうところについていっても面白いポイントなんじゃないかなと思ってます。 一旦次のターゲットのレベルとしては、200日の移動平均線というところがやっぱり注目されるのかなと思うので、今ですね、そこが44,700とかっていうところなんですね。なので、まあ、そのあたりを一旦目指してっていうようなことにはなるのかなと思うんですが、まあ、あのただし一方で、これ、後ほどグラスノードのデータで見ていくんですけれども、もう見ていきましょうか、今。 はいえっと、こちらはビットコインのデータになってます。で、注目したいのが、えっと、まあ、ファンディングレートっていうのを後ほどまたちょっと一旦振りあの一緒に振り返りたいと思うんですけれども、こちらがですね、ビットコインの先物の,の取引のボリュームなんですね。で、こうやって見てみると、まあ、今ちょっと本当に、あの、昨日あの、今日ぐらいでボリュームは戻ってきてはいるんですが、1日だけ。ですが、ここ最近結構低調なんですよね、ボリュームが。 で、あとは、こちらがですね、えっと、ポジションの積み上がり状況なんですけれども、ここ最近から見てみても、ちょっとボリュームも落ちてきている。なので、えー、ビットコインに関しては、結構その取引のボリュームが今低くなってきているという,ような状況にあるので、まあ、アクティビティがちょっと活発に戻ってくるということが、まずはあの必要なのかなと思っています。やっぱり今非常に ESA ーーの方が注目されているので、どちらかというと、 まあ、いい差主導でのマーケットっていうのが引き続き続くんではないかなと思ってます。あとはですね、こちらファンディングレートを皆さんと一緒に見ていきたいんですが、大きくここ最近ずっとあのマイナスの方向にファンディングレート傾いてましたよね。で、今プラスに戻ってきてはいるものの、まあ、そんなに大きく触れてないと。やっぱこういったところを見てみても、大きなポジショニングの偏りっていうのが起きづらい状況にあると思うので、突発的に大きな ぶち抜けるような動きとかっていうのも、まあ、起きづらいかなと思いますし比較的ボラティティに関しては安定したような状況が続くんじゃないかなと思います、はい、他に、まあ、ちょっと見たいものがあるかというと、まあえて見るのであればこれがですね、えー、フューチャー先物の,のポジショニングの、えーまあ、積み上がり状況っていうものをライン棒、えー、線グラフっていうんですかねで表したものなんですけどもやっぱりちょっと 下がってきてきいるというかそんなにポジションががどどどどん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 上っってっていいますよっていう感のでやっぱりここの先物の,の、えー、ポジションの積み上がり具合っていうところが結構やっぱりその加熱したマネーがどれぐらい入ってるかっていうところを表す一つ大きなポイントだと思うので、まあ、この辺りがですねしっかり伸びてくると、まあ、さらにもっともっと勢いづいてくると思うのでこの辺りをですね継続的に見ていきたいと思います。でじゃあですねついでにちょっとイーサーの方も見ていきたいと思うんですがイーサーの方は えっと同じようなポイントを見ていくと、やはりですね、これ先物のボリュームなんですけれども、あすいません、えっと、こっちですね、ボリュームなんですが、えっと、やっぱりここ最近イーサあのアップデートに向けてですね、どんどん,どん,どんちょっと伸びてきていると。でこのあたりは、やっぱりイーサーの盛り上がりっていうところが現れているのかなというところもありますし、またこちらがですね、ポジショニングなんですね、オープンインターレストと書いてありますけど、なんでこれがどんどん,どんどん伸びていると。 やっぱこうやって見ると今のイーサの方が勢いはあると思うのでもしまあ先物とかそういった短期で取引されるような方がいらっしゃるのであればえビットコインとかっていうよりも今イーサの方が結構動きが出やすかったりとかあとはディレクション方向感もやっぱりアップサイド今どんどんいきましょうっていうような感じではあるのでまあこの辺りはですねあの比較的取引しやすいようなあの通貨というかトークンになるんじゃないかなと。 で、えー、こちらもですね、引き続きポジションの積み上がりぐらい、こちらの方が少し分かりやすいかもしれませんが、えー、順調に右肩上がりに伸びているというのが、こういったところからも分かるんじゃないかなと思っています。で、ファンディングレートなんですけれども、えっ、ー、と、これはですね、まあ、結構大きく触れているように見えるかもしれませんが、えっ、ー、と、幅がですね、あの、縮小、縮尺っていうんですか、縮小っていうんですかね、あの、0.01%の 幅しかもここに出ててなくて、まあ、それで増えてるだけなのでそんなにファンディングレートのブレっていうのはこのグラフで見えてるよりはまあないというかほぼ全くないということなので、まあ、結構ここ最近の,あのイーサーの先物市場に関しては健全なものすごい過熱感っていうよりも、まあ、しっかりと健全な、えっと、マーケット環境の中でポジションが積み上げられていってるっていうのはまあいいことなんじゃないかなと思うんですよね。 あまり大きなショートカバーだったりなんとかそういったものが誘発されるような状況ではないとは思うんですけれども安心してみんながマーケットでしっかりとポジションを取れるような今環境にあるんじゃないかなと思っています。はい。えっ、ー、と次のニュース行ってみたいと思うんですがこちらですね仮想通貨に特化したニュースではないんですけれどもえっ、ー、と今ですねアメリカの FRB 中央銀行の議長をやってますパウエルさんの人気が来年の2月で切れるんですね。 でこれまで非常に難しいコロナ禍での舵取りっていうのをかなり上手にやってきたパウエルさんがバイデン大統領がですねもしかすると、えー、まあなんていうんですかリプレースするかもしれないとでパウエルさんっていうのはですね前トランプ大統領の時に就任をした方なんですねなので一応ですねこの民主党としては共和党が選んだパウエルさんをそのまま置いておくっていうのは、まあ、どうかなっていうのがやっぱりあった,あったりして 今後の政策に関してもやっぱり少し不満があるような点っていうのがいくつかあるようです。でどういったところかっていうともちろん今の金融政策のかじ取りには非常に上手にやってくださってるなっていうのはありながらも今やっぱりクライメートチェンジ環境変化ですねだったりとかあとはダイバーシティの観点で女性とかをここに置きたいっていうのがまあ女性とかっていうか女性を置きたいっていうのが あるというのが、まあ、強い意思としてバイデン大統領としてはあるということが、まあ、記事の中でも書いてあるんですね。で、えー、最終的にどういうふうになるかっていうのはまだ全くわからないんですけれども、まあ、あのパウエルさんは民主党共和党両方からもまあ一定程度評価が高い。ただしバイデン大統領としてはやはりこのパウエルさんを別の人物に置き換えることで えーまあ、自分の意向というか、もう少しその民主党の色っていうのを出していきたいっていうのがあると。で、今ですね、筆頭候補がブレイナードさんという方なんですけれども、あれ、こちらに、この方ですね、で、今も FRB の中の確かメンバーだったと思うんですけれども、11月ですね、ね11月にですね、副議長があの、まあ、変わるんですね、で、この方が副議長に11月のタイミングではなるというふうに言われているんですけれども、パウエルさんが、もし辞めさせられるのであれば、 彼女がななるんじゃいいかっていう,ふうに言われてますで今非常にこの難しい中で議長が今後変わって方向感がその金融政策の方向感がどっちに行くかっていうのは分からないっていうふうになるとやっぱり不透明感がかなりマーケットととしても持つと思うんですよねなのでマーケット株式市場全体として非常にネガティブな方向に移る可能性があるでそれが仮想通貨の市場に反映してくる可能性っていうのは十分ありえるとは思うので。 ちょっとここのニュースに関しては今後もですね、継続的に見ておくべきポイントのニュースなんじゃないかなと思ってます。はい。次のニュース行ってみたいと思うんですが、えー、こちらですね、コインベースのユーザーが Apple Pay ですとか、あとは Google Play ですね、で仮想通貨の購入がですね、可能になるということが記事としてなっていました。で、今でも確かメタマスクとかですね、えっ、ー、と、Apple Pay とかで購入できるんですけれども、まあ、 アップルペイとかで購入しやすくなる Google プレイで購入しやすくなるイエーイみたいな感じでこれあの一応なんて言うんですかあの写真というか絵が描いてありますけれども、えっと、Google プ a イとかコインベースアップルペイに関しては買う時に確か3%ぐらいの手数料かかるんですね先日もちょっと僕メタマスクでどういうふうな感じになっているのかなと思ってチェックしたんですよでそしたら3%ぐらいの手数料というふうに書かれているので かなり高いなっていうふうにまあ僕は思ったんですけど、ただし、非常に手軽に買いやすいっていうのは確かだと思いますので、今後こういったところで購入する人もいるかもしれませんし、あとは別の取引所で持っていて、そこで買って送金してとかっていうのをやらなくていいので、そういった手間も省けるということを考えると、一定程度の利用者っていうのは増えてくるのかなと思いますし、あとは何よりもやっぱりこの GAFAM がですね、 あの仮想通貨の市場に参入してくるということが非常に大きなあのポイントだと思うのでこういったところを考えてみると、まあ、ここは1つの,あの参入する場所の1つとして今回こういったところが、まあ、あって今後は別の観点からもアップルだったりとか Google もですねさらに仮想通貨のビジネスにどん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 ん入ってくるというようなニュースがですねさらに出てくるんじゃないかなと思うので継続してこの辺もウォッチしていきたいと思います。はい あとはですね、他にも、えっ、ー、と、オプションに関連したニュースだとか、非常に重要なニュースがあ,のあるんですけれども、まあそういったものはですね、また別の動画で皆さんにお伝えをしていきたいと思いますので、えー、ぜひですね、そちらもご覧いただけると嬉しいです。はい。ということで、えー、いかがでしたでしょうか。今日もマーケット非常に好調で、株式場が結構難聴な中、こういった動きをしてもらえると、あの、個人的には非常にありがたいなというような状況ではあるんですけれども、えー、引き続き、 仮想通貨市場に対しては関してはですね、ブルな非常に強気な見方っていうのが継続して持っていていいんじゃないかなと思うので、皆さんと一緒にこの相場をですね楽しんでいければと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。